はいと、2020年9月12日ドラクエウォーク待ってましたね。サンジがむちゃくちゃ待ち遠しかったですね。最後の1時間長かったですね。本当大晦日よりね本当にメインイベントな感じだということで、本日はウィングタイガーの心のエスドをご紹介いたしますということで、これめちゃくちゃ強いで、左がね適正枠に入れてない時の素の数値です。で右が適正枠、ヘルコーもウィングタイガーもウィングタイガーだね、両方入れた時の数値を比較したんですけど、というのがこれ見ての通りバギ特技ダメージだもんで、力換算でいくとこれヘルコンで言うと122の斬撃耐技が 3% 9のバギで換算すると 7-4-28-9-37 足すと 159-160 ぐらい、まあ強いは強いんですけど、それと比較してもウィングタイガー81、それから斬撃耐技だけだね、斬撃じゃねえ耐技5で15のバギが7-28-43ということは124、キングスライム超えるぐらいですね。強いよねこれ普通に。で体力もあるしで、完全高難度とか強敵使ってくるレベルですよね。身の回りも高いしで、素早さは文句ないよね。強さがなんでこんな高いのかって、何に使うのかそこら辺は分からんですけど、いやこれ普通に強いよ、絶対バギだよこれ。で何気に気になるのがこのシャドーステップなんですよね。それってゾンビ系のダメージだから、おそらく今後なりゾンビとか出てくるのかな、呪い耐性とかあるし、あれだよね、スイカ持っとる人、スイカブーベラ、それからあれか、バギーで言うと超真空蹴りとかのあたり、全部あれだよね、周回とかにも使えるレベルでしょうね。いやこれはいいだろ、これキングスライムと入れ替わっちゃうよね。ベスキングが降格するぐらいじゃないの、水色で攻めていくと。虹枠入れても別にあれだよな、ヘルコそうだよな、これ入ってくるよな。いや強いよ、だってこれ換算値でしてもさっき言ったか、81、ちょっと待ってくださいよ、81-15、それから28、そうだよね、ヤマタノロチとかと同等レベルだもんね、近いよねこっちもね、使えるよね。いやこれ強いぞ、コストが重いっていうだけで。とまあそんな感じで、本日はウィングタイガーの心 S をご紹介いたしましたということで、全然あれですよ、30とかまでやってないで全く分からないですよ、たまたま道中で拾ったやつです、まあ、それより私はねレベル上げをやっていかなかんね、こんなところでね足踏みしとる場合じゃない、強敵なんかじゃない、私はレベル上げをやっていかなかんということで、はいということで、そんな感じ終わり。